こんにちは。保育系マルチアーティスト、マリポンです。星の王子様を作ります。材料は、リンクバルーン6インチブラッシュが1本、ツイストバルーン160サイズ黄色が2本、260サイズ白が1本、ブラッシュが1本、パープルが1本、160サイズ赤が1本、黄緑が1本、260サイズ黄緑が1本。道具は、バルーンポンプ、ハサミ、マジック、目玉用丸シール、黒とちっちゃい白、マジックで描いても OK です。まず顔を作ります。リンクバルーンという、てっぺんがとんがってる変わった形のバルーンを使います。ポンプにバルーンをしっかりはめます。私は押しても引いても空気が入るダブルアクションポンプというポンプを使っています。はい、今軽く4回ポンプを押して空気を入れました。口巻きを引っ張ってぐるりと回して縛ります。はい、卵型の顔の形ができました。はい、160という細いサイズの黄色いバルーンで髪の毛を作ります。160サイズ専用のポンプも市販されていますが、普通のポンプでも対応できます。はい、今ポンプを2回押しました。先っぽを10センチくらい残してます。口巻きを引っ張って短かったらちょっと空気を抜くと伸びます。伸ばすと縛りやすくなります。はい、縛りました。もみもみして柔らかくします。顔のバルーンを持ってきて、顔のバルーンの口巻きからてっぺんまでのサイズを黄色いバルーンで測ります。サイズを測ったところを指でつまんでひねります。 2,3 回ひねってください。ひねったところを折って、サイズを合わせたところでまた 2,3 回ひねります。口巻きも一緒にくるくるとひねって、はい、2本のバルーンの間に口巻きを挟みます。はい、細長い葉っぱのような形ができました。残りのバルーンでもう一つ葉っぱを作ります。ちょっとバルーンが硬かったので揉んで柔らかくしました。サイズを合わせてひねります。ひねったところを折って、はい、合わせてひねって、2本一緒にくるくるとひねります。はい、葉っぱが2枚できました。葉っぱの中に葉っぱを入れてこう組み込む形で交差させます。これが髪の毛になります。はい、顔、頭ですね。頭と髪の毛合体させます。髪の毛の中に頭を埋め込みます。頭のてっぺんを髪の毛交差しているところに絡めます。てっぺんはまだ使うので残しておいてください。口巻きは首の部分になります。髪の毛交差しているところに絡めます。残りのバルーンはハサミをそっと入れて空気を抜きます。切れ端は口巻きと一緒に縛ります。はい、頭に髪の毛がつきました。続けて前髪を作ります。160サイズの黄色いバルーンを少しだけ膨らませます。はい、1回だけポンプを押して30センチくらい膨らませました。口巻きを引っ張って縛ります。だいたい真ん中のところをつまんでひねります。はい、頭のバルーンを持ってきて、てっぺんのところを引っ張って、前髪のバルーンの今ひねったところに絡めます。
ペンペンの先っぽはもう使わないので、髪の毛の間に隠しちゃいます。はい、前髪を揃えます。バルーンの先っぽを持って、そーっとハサミを入れます。引っ張って縛ります。ヨレヨレの切れ端をハサミで切ります。前髪を横の髪の毛に挟みます。はい、前髪がつきました。ブラウスを作ります。普通の細長いバルーン、260サイズの白いバルーンを膨らませます。はい、今3回ポンプを押しました。先っぽは余裕を持って残してます。口巻きを引っ張って縛ります。バルーンを柔らかくして、はい、20センチ弱のところでひねります。ひねったところで折ってサイズを揃えてひねります。2本一緒にくるくるして口巻きを間に挟みます。残りのバルーンで今のと同じものを作ります。サイズを合わせて2本一緒にくるくる。はい、白い葉っぱが2つできました。葉っぱの中に葉っぱを入れて組み込む形で交差させます。残ったバルーンにハサミを入れて空気を抜きます。切れ端と口巻きを一緒に縛ります。はい、ブラウスできました。はい、頭と体、ブラウス合体します。頭の口巻きをブラウスの隙間に通して2回くらい絡めて固定させます。はい、これで頭と体くっつきました。手を作ります。260サイズのブラッシュ、肌色を使って手を作ります。ポンプにバルーンをしっかりはめて1回、2回、3回、4回ポンプを押しました。先っぽは10センチくらい残して口巻きを引っ張って縛ります。はい、それでは本体に取り付けます。顔の下、ブラウスの隙間に手を通します。口巻きがある方のバルーンを柔らかくして手のひらくらいのサイズで折ってひねります。口巻きも一緒にくるくるひねって、はい、口巻きを引っ張って輪っかに通します。はい、片手ができました。もう一つの手は左右対称に作っていきます。ひねって折って、硬い時はちょっと押して柔らかくしてひねって合わせてひねります。残ったバルーンの先にハサミを入れて空気を抜いて縛ります。切れ端をハサミで切り落とします。はい、両腕がつきました。はい、足を作ります。何色でもいいのですが、ズボンと靴を細長いバルーン1本で作ります。膨らませます。1回、2回、3回ポンプを押しました。先っぽは10センチ以上残してます。縛ります。
バルーンが硬い時は空気を送って柔らかくしておきます。はい、本体と合体します。ブラウスの隙間、腕を通した下に足のバルーンを通します。はい、口巻きのある方、柔らかくして3センチの玉をひねります。口巻きをひねったところに持ってって潰してひねります。潰しひねりです。かかとになります。かかとの先、手のひらと同じように折ってひねります。はい、バランスを整えたら、はい、片足ができました。左右対称でもう片方の足も作ります。足の長さを揃えてひねって、3センチの玉をひねって、はい、折って潰しひねりにします。はい、かかとができました。かかとの先を折って、左右の足の大きさを揃えてひねり合わせます。残ったバルーンはハサミで切り落として空気を抜きます。縛ります。バルーンの切れ端が気になるときは切り落とします。はい、2本の足ができました。はい、160の細いバルーンで襟をつけます。ポンプで少しだけ空気を入れます。はい、今軽く2回押して30センチくらい膨らませました。はい、縛りました。口巻きのある方からひねっていきます。3センチの玉を5個作ります。くるくると2、3回、全部同じ方向にひねります。はい、3個、5個をひねったらネックレスのように首に巻きます。首の後ろで5個目のひねったところに口巻きを絡めます。残ったバルーンにハサミを入れて空気を抜きます。バルーンの切れ端と口巻きを縛ります。切れ端が長いときはハサミで切り落とします。襟がつきました。首が安定しましたね。襟を作った残りのバルーンで手首にブレスレットを作ります。口巻きがないのでバルーンの口を頑張って広げてポンプにつけてください。軽く2回押して20センチくらい膨らませました。縛ります。ちょっと柔らかくして手首に合わせます。合わせたところでひねって縛ったところを絡めます。残ったバルーンはハサミを入れて空気を抜きます。縛ります。2回きっちり縛ります。切れ端はハサミで切り落とします。はい、ブレスレットつけました。もう一つ手首にブレスレットを作ります。先ほどのバルーンの残りで作ります。20センチくらい膨らませて
縛ります。ちょっと柔らかくして手首に合わせます。ひねって絡めて残ったバルーンにハサミを入れて空気を抜きます。縛ります。2回きっちり縛ります。切れ端はハサミで切り落とします。はい、ブレスレットつけました。160と260の2本のバルーンでコートを作ります。まず160のバルーンを膨らませます。はい、思いっきり2回ポンプをしました。たくさんひねるので先っぽ15センチくらい残してます。縛ります。柔らかくしてまず2、3センチの小さい玉をひねって潰しひねりにします。柔らかくして4センチでひねります。2、3センチの玉を潰しひねりにします。袖の部分になるのでバルーン本体に合わせて肩の位置のところでひねります。はい、2、3センチの玉を潰しひねりにして4センチでひねって2、3センチの玉を潰しひねり。ここまでできたら袖を通して最初の潰しひねりに合わせてひねって絡めます。はい、片方の袖ができました。反対側に持っていってひねります。もう一つの袖を左右対称に作ります。はい、潰しひねり4センチでひねって、はい、潰しひねり左右対称になるように袖の長さを揃えてひねって潰しひねり、4センチでひねってでまた潰しひねり。袖の長さを揃えてひねって潰しひねりに絡めます。はい、残ったバルーンはハサミを入れて空気を抜きます。はい、縛ります。コートの前にベルトをつけるのを忘れていました。前髪の残りのバルーンでベルトを作ります。膨らませすぎたので空気を抜いて20センチくらいで縛ります。ちょっと柔らかくしてお腹に合わせて後ろで縛ります。はい、2回きっちり縛ります。残りのバルーンは切り落とします。
はい、ベルトできました。260のバルーンでコートの続きを作ります。ポンプを4回押して空気を入れました。先っぽ10センチくらい残してます。縛って少し柔らかくします。コートの袖下、背中側のつぶしひねりに口巻きを絡めます。足よりちょっと長いところでひねります。3センチの玉でつぶしひねり、コートの裾幅は残りのバルーンの長さで決めます。はい、コートの丈の長さを残してひねります。3センチの玉でつぶしひねりをします。コートの丈の長さを合わせてひねります。ひねったところを袖下のつぶしひねりに絡めます。残ったバルーンにハサミを入れて空気を抜きます。縛ります。形を整えてコートができました。王子様が持つ剣を作ります。160のバルーンで何色でもいいと思いますが、私は水色を使ってます。60センチくらいでしょうか。膨らませて縛ります。少し長いので先っぽの方、10センチくらいのところを持って先っぽを切ります。縛ります。切れ端を切ります。口巻きも気になったら切ります。はい、剣ができました。王子様に持たせます。手の中に剣を通します。手の位置などを整えて王子様剣を持ちました。いよいよ仕上げです。目のシールを作ります。文房具屋さんで売ってる丸シールを使っています。黒い丸シールに白い小さい丸シールを重ねて貼ります。目玉シールができました。王子様の目の位置に貼ります。はい、顔を描きます。鼻、口、眉毛、ほっぺたはマジックで描きます。ちなみに私は三菱の水性顔料マーカークロッキーを使っています。鼻、口、眉毛は黒で、ほっぺたは赤で描いています。はい、星の王子様完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも楽しい作品をご紹介していきます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。